はい、こんにちは、翔太です。ポケットモンスタースカーレットバイオレットのね、また6350のやつでシングル対戦やっていくんですけど、今回はサーフ号を使っていこうと思ってて、このポケモンがね、旧世代の新ポケモンで、まあ、最強と言われるポケモンで一匹だと思うんですけど、一番ね、特徴があるのが、こう特性の黄金の体っていうので、変化技を受けないんですよ。で、タイプが、今見えたと思うんだけど、鋼ゴーストだから、まあ、キノマッサーをね、かなり完封できると、もろばれると、その辺に強いってことで、で、今回僕はまあ、ちょっと風船を持たせてるんで、カバルノンも、完封できると。で、そこから、まあ、たくんで殴っていこうっていう方なんですけど、まあ、最近のキノマッサーはね、地ならしを所持して、まあ、サーフ号を倒すだったり、あとまあ、種ガンの命中試合だと剣舞からちょっとまあ削られちゃうよねとかっていう話もあったりはするんですけど、まあ、そんな感じでね、やっていこうと思ってます。まあ、技構成は一致技のシャドーボールとゴールダッシュが入ってて、まあ、コンセプトの匠再生って感じで、まあ、再生があるとサイクルができるようになって、ちょっと強いっていうのがあるんですけど、まあ、あと努力値の振り方はね、今回はヒットポイントと特攻に全部振り切ってるんですけど、まだまだ開拓が今後進んでいくポケモンなので、努力値ぶりは今後いろいろ出てくると思います。それから入手がね、ちょっとコインを999枚集めて、これくらいをレベル上げるっていうので、まあ、コイン集めがめちゃくちゃきついから、安易にこう努力値、リセットが今作ちょっとめんどくさいから、安易に育成すべきではないんだけど、まあ、使いたかったので、無理やり、まずはちょっと、なんか、HC でいいかと思って、とりあえずで作ってきました。あと、性格は僕今ミスった状態で動画を撮ってることに今気づいたので、後で直しておこうと思います。じゃあ対戦の方どうぞ。はい、じゃあ早速ね、対戦の方やっていきます。サーフ号結構投げたいかな。ガッサ出て怖いんだったらちょっと腐っちゃいがちなんだけど、有利対面作れた時は結構アドが取れて、で逆に僕はガッサで崩したいかな。ただ、ガッサ投げて、ガッサにはサーフを投げればいいから、で、それ以外に対してはガッサがまあまあ通るでしょ？そうすると、まあ、きつい寄りなのはおそらくドラッパかな？だから耳ガッサ、サーフ号みたいな選出でいいと思うんだけど、そうするとただ、サーフ号とロトムが対面した時が終わりなんだよな。本当だから、まあでもそれはちょっともう無理があるか。まあ初手出し負けにくい耳から入りたいけどな、割と。キトム相手だったら剣舞から入って多分よくって、だから、まあ耳ガッサ、サーフ号みたいな選出で、いいんじゃないですかね。これでいきますか。で、どうだろう、相手多分ロトムとか出さないんじゃないかな。でも他浮いてるポケモンいないからな、カバがちょっと、みたいな話はありそうだけど。ただまあ僕、ガッサにはサーフ号を無限回投げれるので、また地ならしが飛んでくるとね、なんかサーフ号が死ぬっていう話があって、ただ僕は今回それを克服してきているので、ね、氷っぽから来る。氷っぽもさ、どうなの、サーフ号でいけるんじゃないの、タイプ的に崩せなそうだけどね。まあ、太鼓から来ると思うけど、まあ、一回ジャレとかで突っ込んどいてもいいけどな。テラバーストで、多分炎だよな。突っ込んだ方がいいか。それ考えると。アイスフェイスを破壊しておいて、とりあえずね。とりあえず破壊しておいて、先割っとかないと多分、対抗。割っとかないとどうしようもないよな。ここはまあでもジャレレンダーでいいと思うんだよね。つららばりとかあったっけ、この人。思念。なんか氷っぽって、そんなに、もう8歳のね、最初の頃だから忘れちゃったね、性能を。OK。とりあえず耳っきでぶっ飛ばして、つららばりがあったんだとしたら、まあサーフ号に引いて、炎テラバーストは、負けるしかなかったけど。ガッサー、はいはいはい。まあ多分、氷っぽはね、ランクマッチで見かけることはおそらくないと思うから、無視していいと思うんだよね。この試合に限った話だから、まあここはとりあえず、当初のプラン通り、キノガッサをね、完全に封殺できる。ただ、剣舞種ガンで、なんかまあまあ削れるみたいなのもあるから、ガンプー、はいはいはい。まあなら型的にはそんなに問題ない。今、地ならしをね、持ってる、不届き者型キノガッサが多いんですけど、
まあ浮いてるポケモン少ないからガンプーにするしなきゃいけない理由がそもそもそんなになくて、命中も100だから地ならしが結構いいと思うんだよね。でここは僕どっち打つか悩みだな。シャドボでいい気はするけど、基本的にはまあ人も出てきた場合に削れるとか考えるとシャドボかな。ここはシャドボでいいね。引いてで、ガンプがあるから剣舞もなくて、そうすると多分そんなに押されることはないと思うんだけど。ラッキー。まあ、ピンで入ってるラッキーはね、ここに、僕が、ガッサ直撃したくないんだよな、あんまり。ミミッキュ一回投げよう。で、こうなると、僕のガッサはワッパが一貫してるから、まあ、タスキ残しながら出して、みたいな感じで多分、いいかな。とそのラッキー。まあでもね、サーフ号にそれ効かないぞ。どうなんだろうな。まああの、いろいろ持ってる技次第では厄介だなと思って、こういう立ち回りをしてるんだけど、ここ引くよね。引く。またガッサに対しては僕サーフ号投げて、次は再生打っていいかな。OK、次からは最速起きのワンチャンもあるとミニッキは。ここはサーフ号戻しでいいっすね。でもね、キノガッサとかモロバレルがね、結構猛威を振ると思ってるから、そこをね、封殺できるっていうのはね、めちゃくちゃ偉いよ、サーフ後。タレガン。まあ、タイプがね、ギルガルドなので、ギルガルドは、よく寝ながらガッサに投げられてたのでね。ここは再生でいいっすね。まあ、寝ながら投げるんだけど、結局、その、剣舞が、なんか、やばかったりはするんだけど、まあ他に、なんかちょっとまあきついからね、ガッサは。タレガン連打。まあなら僕殴ってもよかったけど、すかされたりすること考えると、結構削れるな。今回ヒットポイントにしか耐久は振ってなくて、だからまあ多少しょうがないかなとは思ってるんだけど。これさ、あのラッキーが瞑想なければ、これ匠で崩せるんだよな。ああ、オッケーオッケー。まあ、どっちみち、ミミッキーが多分どうしようもないからね、起きたら。まあ、GG。はい、じゃあそのまま続けて2戦目やってきます。特有のね、この、6350000なんだけど、まあ、EV 統一の人もたまにいると、当たったのは初めてなんですけども、この試合もさ、ブラッキーとエイフィーは多分、まあ、ブラッキーはちょっとあれだけど、だいぶ多分ね、サーフ号の通りがいいと思うんだよな。タイプ的にはグレイシャーも抑えれるから、で、あとまあそうなると、カバーをセットで投げるのかどうかみたいなところだったりするんだけど、まあガッサは投げていいかな、とりあえず。結構通りいいのと、まあリーフィアが多分、受けに来るんだろうけど、まあそこをどうするかみたいな感じかな。それかまあまあまあ、でもミミッキュで見物でも勝てるから、まあ戦術は同じでいいか、ミミガッサ、サーフ号で。で、ミミッキュの皮ちょっと大事に動ければ一番いいから、この試合は多分ガッサから入りたいな。で、裏、ミミッキュで、エイフィーにはサーフ号投げて、そこから、まあ、返していくみたいな形でいいと思うので。で、相手も逆に、どうなんだろうね。エイフィーがいないと、ガッサに抗う術が多分なくて、ただエイフィーはエイフィーで、普通にガッサにタネガンとか押され続けるだけで、多分割とやられちゃうから、サイクル的にはこっちが、サイクル僕はちょっとあんまできないんだけど、耳ガッサだから。攻めるしかないんだけど。サンダースから。やばいこれ、対サーフ号を用意してきたさ、キノガッサの秘密兵器がぶっ刺さるかもしんないわ。浮いてるポケモンがいないんでね、相手。ボルチェーン。サンダースボルチェーン覚えたっけ？覚えるのか。禁電しか僕の脳みそにはいないからね、今。リーフィア。まあこれはちょっと僕にとっては結構悪いサイクルなんだけど、ここでリーフィア出てくるってことは、まあミミッキュが最後には通せる状態になると思うけどな。一回サーフ号を引いて匠に行っちゃってもいいかな。こうね、崩しもできるのが偉いんだよなこいつ。後出し精度もまあまああってさ。釣った。サンダースは全然構わないけど。サンダース。
だサンダースは確かシャドーボールを覚えたはずなんだけど、ね、まあ、素直に殴りたいんだけど、ここはまあ普通に殴っていいか。シャドボでボルチェンで裏に一回つなぐのか、まあ、変なテラバースト飛んでくるのがちょっと一番嫌だけどな。なんかこれあれだね炎テラバースト打ちますって顔してるけど大丈夫。ここはテラスタルの波動を感じ取って僕もテラスタルをするっていう手があるんですけど、できればミミッキーにテラスタル残したいけどな。テラスタルの波動感じ取りたいな。どうしよっかな。日本バレでしょ。ガッサの一応マッパ圏内ではある。だ十中八九テラバーストなんだよな飛んでくるの。まあ、切ってもいいけどな。切って裏のブラッキーがめんどくさいから、サンダースごときの攻撃だったら、あ、普通にボルチェーン、はいはいはい、揚力ソリーフィアにつないでくるみたいな感じなんかな。多分死んでたぞこれ、炎テラバースト飛んできたら。まあまあ危なかった。またタイプがとにかく強いからね、リーフィア。ガッサのマッパ圏内とかでも全然いいわけで。オッケーオッケー、めっちゃ削れる。これだったらもうサーフ号切っちゃってもいいかな。ブラッキーに一回シャドボ入ってるから多分ガッサのマッパで取れるんだよな。で、サーフ号じゃないと勝てない相手が多分いないから。はいはいはい、テラバースト切ってくる。炎テラスタルとかだと思うけど。ん？岩ですか？あ、岩ですか？へぇ。余計ガッサでいけるね。剣舞。それはでも悠長じゃない？さすがに。交代読みとかなんかな？普通に多分サーフ号が倒せなくてきついっていう話なんだと思うんだけど、特にでもこれあれだな、普通に殴り合うだけでも強いな、この黄金の体モンスター。マジでね、これがね、シャドボレンダーでいいんですけど、移動積み技はまあ押せるんだけど通用しないですね、裏耳ガッサなんで。しょって、いや全抜きさせないの強いな、やっぱこういう対面的なポケモン入ってると。ラストはグレイシアと、まあ、これはサーフ号にどうやっても太刀打ちできないタイプなのでゴールドラッシュでそのまま沈めて勝ちですね。このさ金色の体してさ金ばらまきまくるこの技マジで、僕ねジョジョのあのジョルノ・ジョバーナのジョジョが好きなんですよ。アニメ見たんですけど。なのでなんかちょっとそれっぽくてね、気に入って使ってましたね。はい、GG お疲れです。